2016年10月、東京タワーのふもとで誰でも参加できる楽しいダンスを合言葉に活動しているグループがあります。ダンスラボラトリーは現在約40名ほどで活動しており、さまざまなイベントに出演しています。年齢層は小学生から社会人と幅広く、ワークショップを通じてダンスを楽しめる場を提供しています。ダンスラボラトリーを立ち上げた園部さんはこう語ります。団体を立ち上げた理由は、一番最初は、娘の学校の父兄と一緒に立ち上げました。学校を卒業しても何かやっていくこととかができないか、それから目指すことが何かないかっていうことを模索してもらおうと思って、ダンスはどうだろうということで団体を立ち上げました。で、たまたまその時期なんですけれども、オリンピックが日本で招致されたということもあって、パラリンピックのエキシビションにみんなで出れたらいいねっていうふうな話をしていました。団体の魅力は、大人はフォーカライザー、本人たちが自分たちでできることを自信を持ってやるということが一番の魅力です。障害者は守られているだけだっていうふうに思っている人がすごくたくさんいると思いますが、障害を持った人が皆さんに対して何かを提供できる、それから感動させてあげられるっていうようなこともできるんだっていうことを広くみんなに分かっていただくために頑張っています。子どもたち全員が真剣に練習に取り組んでおり、練習以外でも常に笑顔を絶やさない元気いっぱいのダンスチームです。彼らは2020年の東京パラリンピックのエキシビション出場を目指して日々練習に励んでいます。